それではね、下りのロープウェイに乗っていきたいと思います。下りは空いてるかな。なんかバンバン臨時便が出てるみたいですね。駅と一緒のゴンドラですね。駅と一緒になる確率かなり高いな。お待たせいたしました。ご乗車くださいましてありがとうございます。三陸まで約4分で参ります。進みながら右手向こう側に奥に見えております山頂の平らで広いお山は千葉県三名山のうちの加納山で、高さは353メートル、マザー牧場のあるところでございます。また加納山より左よりお山の上に白く灯台のように立って見えますのは東京湾観音で、高さは56メートルでございます。また東京湾観音のさらに左より海の中に細く突き出て見えますのは富津岬で、長さは約4キロ、幅の狭いところではわずか4メートル足らずでございます。変わりまして左手、海の向こう側に突き出て見えます手前は鶴木崎、裏側に見えますのは城ヶ島でございます。また城ヶ島より左より奥にうっすらと見えておりますのは天城山、ちょうど左真横に見えてまいりますのは伊豆大島でございます。目の前の海は浦賀水道で、東京湾の出入り口をなしているところでございます。正面に見えますのは三浦半島で、金谷栗浜間はわずか 11.5キロ、東京湾フェリーで約40分のところでございます。そう映ってる、好奇心乗ってる影だよ。三浦半島こちらより望みまして、右隅は観音崎でございます。目の下の町金谷は海釣りの町、また石の町として親しまれ、恋人の聖地として認定されているところでございます。まもなく三陸駅でございます。本日は鋸山ロープウェイご利用くださいまして誠にありがとうございました。降りの際足元が階段になっております。足元お気をつけくださいませ。はい、というわけでね、ロープウェイで降りてまいりました。いや、やっぱりねロープウェイ偉大ですわ、歩かなくていいって素晴らしい。というわけでね、じゃあ今度はね、またフェリーに乗ってね栗浜に戻って、そこでね、終わりたいと思いますので、フェリーをね方までお付き合いください。はい、というわけでね金谷港に戻ってきました。いやあ、さすがにやっぱこっちから乗る車も多いですね、ちょっと人多そうですね、行きよりは。じゃあね、これで栗浜に戻りたいと思います。はい、それではねここから乗船していきましょう。いや、これがね帰りの乗船券なので、これもね乗るときに見せて降りるときに渡さないといけないので、なくしてはいけません。お願いします。帰りは青いスタンプでしたね。じゃあ乗船しましょう。あ、白浜丸ですね。駅とは違う船ですね。あ、もう車がもう乗り込んでますね。どうやって来たんだこの車。ここはなんか荷物置き場なのか自転車置き場なのかよくわかんないけど、なんかありますね、固定できそうな何かが。で、おトイレがここにありまして、これしかないのかな。ちょっと中どんな感じかわかんないですけど、あとね港にもちゃんとありますので、乗船前に済ませておくこともできます。気分が悪くなったらここに駆け込むって感じですかね。で1階に
いろいろ自動販売機とかがあったんだが、まあ、さっきの船が違うからな。あ、こんな感じなんだ。こっちが前なのかな。どっちが前なんだ。あ、また前後ろ分からない問題が発生してしまった。一応客室内にはね、ここにもトイレがありました。1階だけみたいですね。あ、ここに見取り図があるな。どうなんだろう、この船も結構古そうですけど、いつ作られたかとかは書いてないか。で、この階段を上ると2階の客室で、あ、上、やっぱさっきの船とは違うな。回転がこっちの向きにありますね。で、カウンターみたいなのがあって、案内場所みたいなのがあって、で、席があるって感じですね。で、どうなってるんだろう。いろいろある。横須賀海軍カレーとかもあるわ。なんかめちゃくちゃ赤いアンチクショーがいっぱいいますね。いやチーバくんぬいぐるみこんなに大量にあるの初めて見た。すごいな、でっかいのいくらするんだろう。売り物なのかわかんないな。じゃあちょっとデッキに出てみますか。で、ここがなんか3階なのかな、なんかまあ半分外っていうか、まあ外ですね。なんかビアガーデンができそうな感じがありますけど、多分何にもやってないですね。ここに昔多分売店がなんかあったっぽいですね。こっちは後ろかな、どうなってんだろう。さっきこの船ね、接岸するときぐるぐる回ってたから、多分こっちが後ろじゃないかなと思うんですけど、まあ、やっぱ全然作りが違うな。あ、車が来た。車が吸い込まれていく。これで全部乗ったのかな。一応これ25分の出発出港なんで、今20分か、あと5分で出港ですね。まあ多分これをいろいろしまって出港の準備ができたら出港ですね、多分。いや千葉県面白かったですね。この白浜丸にはグリーン室が、ね、あるんですよね。一等室っていうのかな。まあ、追加料金払えばこの中でくつろげるらしいです。なんか、どういう風になっていくか分かんないんですけど、これはね、白浜丸しかないみたいですね。さっきの船にはなかったような気がするんですけど、私は見逃してるだけだったらすいません。こんな感じでね、なんか今日は空いてるみたい。いやー、なんかね、ベルが鳴ってどうなるんだろう。いろいろもろもろの準備が終わったのでしょうか。あ、なんか動いてる。出港ですね。いやノコギリ山ね、すごい良かったですね。じゃあ、栗浜までね、ちょっとのんびり過ごしたいと思います。いや、やっぱ昼になったんでね、だいぶ暖かくなってきたんで、外にいてもね、まあ、朝よりはね、寒くはないですね。まあ、風がね、ちょっとやっぱどうしてもね、どうしても出るのでしょうがないんですけど、朝よりは全然耐えれますね。もうすぐね、あそこに見えるのが反対の船ですね。朝私が乗った何だったっけ、金谷丸だったかな。確かそんな名前だったと思う。いや、行きと帰り別々の船に乗れてよかったですね。どうだろう、人いっぱい乗ってるのかな、どうでしょう。
まあまあ乗ってますね。あ、今完全にすれ違いましたね。誰か手振るかなと思ったけど、振ってる人いないっぽいな。振ってる。この船と普通れ違ったっていうことはもう半分ぐらい来たってことですね。こっちの船はね、なんか手振ってるっぽい人いっぱいいるんだけど、向こうの船は手振ってる人いなさそうだったな。悲しいコミュニケーション。じゃあもうそろそろ中に行こうかな。なんか外に行ってもちょうど良くて気持ちいいんですよね。なかなかこんな海のね、なんだ、船旅なかなかないので、東京湾のね、いや貴重な体験ですよ。まだそんなに波が高くないので助かります。午後になって風が吹いてくると波が高くなって大変そうだったから、早めにあの船に乗ったんですけど、正解だったかもしれない。まだねそんなに波は高くないです。っていうかほぼ波ないですね。で、残念なことに富士山はちょっと雲に隠れてしまいましたね。やっぱり朝だけですね。いや、じゃあ久里浜までのんびりしましょう。すごっ。船と並走して久里浜港に入港しますね。どっちが優先とかあるのかな。いや、ずっとね並走してきましたけど、どうやらこっちの船が優先みたいで、待っててくれましたね。手振っててくれた。こんな感じで久里浜に到着したみたいです。おー、久里浜港に着岸。ここはね向き変えないから多分スムーズに行けるんですね。で、出るときは向き変えて、で向こうの金谷港に着くときはもう向き変えないといけないから時間がかかるってことなんだな。すごい。すごいね、見えないのにさ、こんな、ね、操舵室から全然これ見えないのに、多分無線で見てる人の連携プレーでこう合わせてるんですよね、きっと。今ね、ロープが渡されて繋がれますね。いや、早いな。早かったな。あっという間に着いたね、本当に。朝はね、あんまりうっすらしか見えなかったけど、房総半島がよく見えるようになりましたね。すごい良かった。なんか謎の温泉があるな。温泉入りたいな。温泉行こうかな。謎の温泉がある。いやー、なんかちょっとね、外にずっといたから冷えたって言えば冷えたんで、あと汗もかいたんで。うん、あー着いた。降りるときに乗船券が必要なので手に持って、ああもう降りてる、早い。じゃあね、行きましょうか。もう今一番上の甲板に来たからね、ちょっと降りるまでに時間がかかると思う。じゃあね、この乗船券ともお別れです。この乗船券はね、どの船に乗っても回収されることになってるので気をつけないといけません。船からね降りました。意外とあっという間でしたね。はい、というわけでね、ここ久里浜に戻ってまいりました。いや、非常にね楽しかったですね。全行程がね楽しかった。ただ
ただただ向こうに行ってね、日本人のね道中がきつかったっていうことでね、展望エリアをねうろうろするにはね非常にねいいと思うんですけど、ね、日本中をね全部回ろうと思うと非常に大変なので、ね、覚悟が必要っていうことが分かりました。はい、というわけでね、ロープウェイの旅は、次回ね、金華山ロープウェイに行って、金華山かな、に行ってエンディングを迎えたいと思いますので、最終回の方もね、次回か最終回かな分かんないけど、はい、ではね、まあ、岐阜のね岐阜市にあるロープウェイなのでね、私のね住んでる地域から近いのでパパッと行けると思いますけど、はい、あと御在所もね、まあ、行きたいと思いますので、それをそちらの方もねお付き合いいただけると幸いです。それではね、今日も、今回もねご視聴ありがとうございました。